ヤマト、ヤマト、あそこに洞窟がある。あそこで休もう。タケルもあそこに避難してるかも。ここにもいないのか。ヤマト、焦ってもしょうがないさ。風も引いてるし、吹雪が止むまで待とう。俺は大丈夫だから、お前休んでろよ。タケルは俺が探してくるよ。だからヤマトはここで休んでるんだ。ガブモン。俺なら平気だよ。怪我は着てるからさ。じゃあ行ってくるから、ここで待ってろよ。やっぱり俺だけ休んでいるわけにはいかない。タケル！タケル、どこにいるんだ？やっぱりタケル見つからないや。あ、ヤマト！体中が冷え切っている。このままじゃ凍え死んじゃうよ。こうなったら俺の毛皮を。誰も見てないよね。もう具合大丈夫？ずっと俺を温めてくれていたのか。あれ、おかしいな。俺の代わりに風邪をひいたのか。ごめんな。でもすっかり良くなったよ。あ、いや、照れるな。おい、ヤマト！大地の声だ。よくここが分かったな。これからどうする？決まってるだろう。みんなを探すんだ。
ヤマト、それよりもこの島がどこに向かっているか気にならないか？それよりデビモンが言っていた海の向こうの世界、そこに向かってるんじゃないかって。みんなを探すことより大事なことなんてあるのかよ。海の向こうの世界に行けばみんなと会える方法が見つかるかもしれないだろう。タケルがいない今の俺の気持ち、お前に分かるはずがないよな。だとかな。やめてよ。喧嘩してる場合じゃないでしょ。かな、ヤマト、タケルは一人じゃ何もできないんだよ。モジャモンだ。ヤマト、危ない。罰だった。怪我はないか、ヤマト。タイチ。さあ、大丈夫だ。おい、歯車。デビモンに操られてるよ。メガフレーム。
スファイアー。どうだ、あれを見ろ。崩れたところから黒い歯車が。この歯車がヤマトとタケルを離れ離れに。ボックスファイヤー。あ、なんだ、歯車が逆回りしてる。おい、みんな大変だ。島が移動してるみたいだよ。なんだって？本当だ、無限マウンテンが近づいてる。もしかしてタケルもそこに？あ、きっとそうさ。待っててくれタケル。